今日はちょっとメイクを薄くしてみました。メイク薄くっていうか多分 見るとめっちゃ濃いんだけど、画面で見ると濃いけど、このアイシャドウとかね、濃くして薄くした。こんばんは。今日はなんか漏れてる気がする。うちは新調したんでよかよかで見せるね。今からこのエールを嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。嬉しい限りですね。めっちゃ漏れてる。嬉しい、ありがとう。結構自分でもいい気がする。綺麗、ありがとう。みかちゃん赤いのにメイクしてたの。いや全然全然、もうまだまだ研究中って感じで、ロッキーの他の人のメイクちょっと盗んだりとか、技術はね。このまつげのタバカもココッペにやってもらいました。なんかカレンレンもうまいので。にゃんかせんぺいでリカのメンテティ、嬉しい、ありがとうございます。クリスマス中央のうちは完成してツイッターにしたくない。嬉しい、いいねします。あー、ゆいりん家族さん、ハートいっぱいありがとうございます。今日の晩ご飯は何。今日はどうしようかなって迷ってます。どうしようかな。あ、声が、どこから聞こえてなかったかな。多分間違えて押しちゃった、すいません。声どこまで、どこから聞こえてなかったかな。髪の毛の話？かわいい、ありがとう。初見です、こんばんは。結構前から、やばいやばい、あのバレリーナの話なんですけど、バレリーナにできない理由は、髪の毛がこういくときにこのケープをこうガチガチに固めていっちゃうから、こうガチガチなの。見てわかんないかもしれないけど、ガチガチに固めてるから、あのお風呂入らないと洗い流せなくて、なのでお風呂入る前にやっちゃってるんで、今なんかこの髪型しかできない。ビーバーさん、カップケーキかカップソフトクリームかわかんないけど、ありがとうございます。嬉しい、なんか今日漏れてるね。6期生はなんかみんなすごいね。この前ツイッターでも報告したんだけど、リンクにお手紙書いたから、どんどん届いたら読んでほしいな。近くさん、こんばんは。顔綺麗すぎるの嬉しい、ありがとうございます。もうメイクに助けられてるって感じですね。まつげ上げるだけで本当に人の印象変わる気がするます。あとこのリップが本当にお気に入り。ココッペからもらってる、ありがとう。愛用してる。ネックレスすると大人感、もうネックレスで持ってたんだよ。ここ持ってたんだけど、
普通に壊しました。なので今ネックレスゼロ持ってるんだけど、ゴツめなのね。あともう一個はロック系の衣装に着るときに着るみたいな感じのロック系のネックレスしかなくて、そういう大人っぽいネックレスが今ないから壊れちゃって、だから欲しいけどないって感じですね。買って買いたいですね。普通に買いたい、安いやつでいいんですよ。本当に買いたい。元から可愛げるのにさらに磨き上がった、嬉しい、ありがとうございます。みんな こんばんは。みかちゃん何人兄弟？2人。お姉ちゃんがいます。サシさん本当ありがとうございます。イヤリング、普段からネックレスとかイヤリングとかしない派で、普段髪の毛下ろしてるんですけど、ネックイヤリングしても見えないんよ。見えないしからしないし、イヤリングも持ってないですね。全然しないよね。してなんかしないです。そんなに指輪もするんだけど、なんかすぐ外しちゃう気になって、だからそういうの向いてないと思う。好きな果物は何ですか？好きな果物はリンゴと梨と桃です。待って、本当にごめんなさい。本当に触っちゃった。また本当にごめんね。本当にごめん。ってどこまで行った？お姉ちゃんはからかな。お姉ちゃんのおでこ綺麗は、普通にお姉ちゃんのおでこは前髪があるので見えないです。おでこが、はい、すいません。本当にごめんね。本当になんで今日めっちゃ触っちゃうんだろう。本当にすいません。左手でやってるからかな。本当にごめんね。すいません、申し訳ございません。ペタどのくらい伸びますか？こんくらいです。伸びなさいね。全然リンカちゃん、ここアップと連絡取ってる？取ってるよ。普通にみんな5人で会話してる。個人 LINE では5人とも全然そんな会話しないんだけど、これ LINE グループはくだらないこととかでめっちゃ話してるし、個人 LINE は大事なことぐらいだけしか話さないかな。グループ LINE が多いですね、話す。頑張ってください。ありがとうございます。バレエとか習ったことある？誰、習ったことない。バレエは習ったことないです。今日は30分配信です。ちょっとごめんね、短くて。ちょっと書いとくね。30分配信。そう、ハンちゃんめっちゃほっぺた伸びるんだよね。もっともっとブヨーンみたいな。
おでこ出して綺麗な娘、本当に綺麗だよね。嬉しい、ありがとうございます。りんかちゃん、兵庫県の観光おすすめスポット教えて。兵庫県の観光おすすめスポットは元町中華街、三宮らへんかな。三宮とか一番栄えてる気がする。兵庫県だったら西宮とかも栄えてるし、甲子園とかあるから、甲子園とか甲子園のララポートとか、なんかまた福岡のララポートと全然違う感じで良きですよ。女性は柔らかいのがどうなんだろう。でもそんな柔らかくないよ私のほっぺた。甲子園で試合見たことある。何回もある。ちっちゃい頃だけどね。大人っていうか中学生とか小学校高学年くらいから、小学校3年生ぐらいから行ってないね全然。あ、ミラーボールありがとうございます。杉太郎さんかな、ありがとうございます。ミラーボール嬉しい。ディスコまあ、マダさんこんばんは。マルド記念ホールは行ったことあり、あそこですね。私あそこの隣のスケートリンクみたいなのあるんですよ冬に。あそこは行ったことある1回だけ。兵庫県は姫路、あそうだね、姫路城があったわ。姫路城ですね。三宮から三宮から天ヶ崎まで歩いたことがあります。ただし左膝が疲労で負傷。大丈夫ですか。みんかちゃん中級だと思った。違います、中学生です。決勝ありがとうございます。顔綺麗、嬉しい。こんばんは、こんばんは。フィギュアスケートすると似合いそう。でもね、私ねスケートそんなに得意じゃなくて、一回友達と初めてやったのがその一回きりなんですけど、スケート難しかった、本当にむずい。でも楽しかったね。あ、ミニさんお手紙ありがとうございます。 I love you。 博多行ったことないけどいつか劇場行きたいです。来てください、劇場楽しい。今はね満席に入ることができて本当に楽しいですね。りんかちゃん水泳って、そう、は水泳っていうかシンクロやってました。なので泳げますよ水泳も。ソシさんだるまありがとうございます。水泳の世界水泳のリポーターをするのが夢です。明石方面とか新快速あるよね。あるね、あるね、多分忘れちゃったけどあるかな。あんまそっち方面行かないんだよね。明石方面あんま行かない、電車で全部車とかの方が多いかも。人気が出てる公園行ってみたいのね。会いたい。髪型がフィギュアスケーターっぽい。嘘、本当ですか、嬉しい。シンクロか新体操かフィギュアスケートって感じ。ああどうなんだろう、そうなのかな。もう来年スカイスイール、そうやってみたい、リポーターやりたい。家臣親戚恐竜、そうなんだ。浅田真央に似てる、似てるかな、浅田真央さんに似てる。髪型じゃないそれ、髪型浅田真央さんの方が綺麗じゃない。髪型やろう、絶対髪型で言われたって。コメント読むのにアップになるのか、そう、コメント持たれたらね、コメントがねちょっと字がちっちゃくて読めない時があるからこう前に出ちゃうんだよね。世界水泳ボランティアやるよ。そうなの、頑張ってください。ボランティアっていいことだよねやっぱり。りんかちゃんは渋井ちゃんとも LINE するね。渋井ちゃんとはたまに、たまにですね、たまにかな、そんな頻繁にはしない。ハウステンボスカウントダウンライブ行くけどりんかちゃんも出るの、わかんない、全然知らないのそれ、ごめんなさい本当にわかんない。コンサートとかする、マリンメッセにプールができるの、不思議よね、どうやって説明するの。あれじゃない、こうでしょ、こうなってて、この下にくぼみがあるんじゃない、それで開けたらこうプールができるんじゃない、わかんないけど多分そういうことだと思う。私の
プールにかそのスケートリンク一回行ったことあるんですけど、そこのところはこうスケートリンクのこう板が出てくるみたいな感じで、開いたらプールみたいになってる。はい、ありがとうございます。わ、なんかハートのなんかちょっと少ないやつ、ありがとうございます。イクナちゃんみたいな大技があるね。イクナちゃんほどではないけど、一人ではあんな大技できない、陸上で。しかも水泳だから、水中の中で8人ぐらいとかでやる大技はあるけど、一人であんな風にイクナちゃんみたいにはできません。だからイクナちゃんほんとすごいと思う。そういうとこいいね。そうそういうとこいいと思う。プールがプールのこうかぶさってるみたいな感じ。ソシさんハートありがとうございます。目が綺麗です。コンタクト入れてない、裸眼です。マリンメッセの中に特設プール作る。そうなんだ、知らなかったんだけどプールできんの、マリンメッセに。こんばんは。ね、綺麗、嬉しい、ありがとうございます。目だけが私のあれですね。二重がね結構綺麗にあるから、それかな。ちょっとまつ毛も結構長めにあるし嬉しい。視力はいい方なんです。そう、視力はどっちもずっと AA です。だから、目悪くなったことない。目めっちゃ綺麗、嬉しい、ありがとう。本当に嬉しいね、めっちゃ褒めてくれるやん、みんな嬉しい嬉しい。まつげ上がってる。上げたよ。研究生公演とかやってほしいよね、リンカちゃんの MC みたいに。リンカも MC やってみたいの。でもできるかどうか分かんない。ヒーローちゃんが MC めっちゃ上手くてすごいと思った。ポテチーさん、雪の結晶ありがとうございます。いっぱい MC やってみたいけど、どうなんだ、できない、面白くないからできないけど、まあやってみたい気持ちは十分あります。まあ、ポテチーさんまたハートありがとうございます。いっぱい、まあいっぱい送ってくれる、ありがとうございます。6期生が宝石の原石どころ。嬉しい。何事にも足りない。研究生公演の練習はまだ、研究生公演何も決まってないです。まだ全然、本当に決まってない、全然やりたいね。でもこんばんは。明日駅伝大会なんですけど、学校で、で 1,2 時間目がその駅伝大会で潰れるんだけど、私出ないくて応援だけだからめっちゃ嬉しい。 1,2 時間目潰れるのめっちゃ嬉しいんだけど、だってそうだよ、2時間も潰れるんだよ応援で。寒いけどね、外だから。こんばんは。あ、ミラーボールありがとうございます。あービーバーさん、誰もいっぱいありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。寒くて鼻水出そうというか出てる。モテチーさん、なんかわかんないけどありがとうございます。どうしてだよ、あの足が速い順なんですよ。私足遅いんで、そうだから、持久走でタイムが速い順の4名、上から4名、男女4人ずつなんですけど、それだから私別にそんな速くないんで、足だけは本当に遅いんですよ。そうだから本当に出れないですね私は。だからまたマラソン大会に出ます。
本当にね。はい、お腹すいたね。皆さん今日は何食べるんですか？さん、焼き鳥ありがとうございます。わ、サバの塩焼き、水炊き、あ、いいね。え、鍋いいな。チンジャオロース食べた、いいね。木曜日の予約楽しみにして、楽しみにしててください。頑張ります。好きな公園セトリは何ですか？私は全部好きだけど、やっぱりでも恋愛禁止条例の公園の曲好きなんだよね。思い出してるスコールの間にだっけな、とかめっちゃ好き。空耳ロックとか、乾杯、ありがとうございます。乾杯。KP やん、 KP、 皆さん一緒に KP。 クリスマスローズいいよね。真夏のクリスマスローズ、白い花、あの雪のように。クリスコールの間にの時にバックダンサーって後ろでね、こう後ろにこうあるじゃないですか、この公園のさ、ね、セットが、その後ろにこう、ま、待機してるんだけど、こうねこう見てると、ここにね踊ってる先輩たちが見えるんですよ、こう見てるから。ここからここがステージで、こう 見えるのよ、こうなってて、こう見える、ここら辺の人たちがね、左の方みたいな。そこの左の人たちがいつもひなのさん、私が出るときいつもひなのさんとかが踊ってらっしゃるんですけど、ひなのさんがね、いつもこうでニコってこっち向いてしてくれるんですよ。本当に嬉しいの、それが。酒飲める年齢の違いますよ、全然。 JC です、中学3年生です。お酒ダメです、まだまだだよ、お酒飲む。ハートがあったらするんですね、本当好き。なんだっけ、なお、セリフ忘れちゃった。なんだか私あなたのことが好きみたい。HKT の劇場、後ろから出入りできるのがいいの。そう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 。なぜだろう、ドキドキしちゃう。そうか、私たち君のここにあるる。ララ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 。じゃ、ちょっとそろそろ早いんですけど、男女読みしちゃいたいと思います。いきます。13位、コンさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございますか。12位、ケンゾーさん、ありがとうございます。11位、アクキーさんかな、ありがとうございます。10位、ただの魚さん、ありがとうございます。9位、青森からさん、ありがとうございます。8位、腰痛メガネさん、ありがとうございます。7位、良い家族さん、ありがとうございます。こんばんは。6番じゃない、6位、ウィーバーさん、ありがとうございます。5位、ストーシさん、ありがとうございます。4位、ミニさん、ありがとうございます。3位、竹安さん、ありがとうございます。2位、杉太郎さん、ありがとうございます。1位、ポテチーさん、ありがとうございます。
ちょっと短い配信になったんですけど、皆さん聞いてくれてありがとうございました。じゃあちょっと30分よりも早いけど、ここで終わりたいと思います。バイバイ、ありがとうね。短かったけど一瞬だった30分。バイバイ。